酔っ払ってないよ、俺は。まだ酔ってますよ、酔っ払ってない。ふざけないでください。小さい子供にそういうこと言うなんて。それはこの子を介して母は言ってる。あなたが無理やりそこで座ることないでしょ。ちゃんと言葉で言えばいいんです。どんなどうやって座るの。あなたいくつ離れてるんですか。あなたこの子にいくつ離れてるって言いますか。関係ないやんなこと。なんでこんな50以上離れてるんだから。あなたは絶対いや腰が離れてる。自分で今そう言ったじゃないですか。なんでこんなチンピラがここに座っとってない。なんで俺立たなかった。なんではあんなあったんね。子供に対してチンピラってその言い方はないですよ。さっきなんてないですよ。いくつ離れてるんですか。本当に話聞いてて頭に来ました。私はそう、それどこ離れてんの。どこが違うの。常識が違うんですよ、あなたも。違う、普通の人たちと。じゃあお酒臭いっていうそういうことしゃべらないでください。どうしました。小さい子供に立てつくと引っかかっているお客さんがいるので。立てつく。あの一人の席に無理やり、一人子供が座っている席に無理やり、あの座っお酒を飲んでるおじいさんが。ああ、そうやで。だけど、なんでこんなところにお前子供がチンパラ座っとんねん。席を譲る。席を譲りなさいと。当たり前やろ、んなこと、お前。子供に対して暴言吐いてる。暴言もでしたね。暴言じゃない。ほんなら母親、パッツ来て。変われよ、ほんとあんたが。そやろ、母親。あなたの言い方は暴言って言うんですよ。あ、それは間違ってる。怖かったよね、かわいそうに。何が暴言。なんでやねん。常識よかったやな、こら。あんたが常識ないんでしょ。違う。違う。子供座ってたかもしれない。みんな持ってますよ。あなたの違う。違うんだけど。それはね、日本のね、ま、誤った人だったの。子供を過保護してる。子供になんかバンバン言って、それで泣いちゃったじゃん。そうですよね。今どうしたらいいの、私は。あのね、相手を見て物を言ってください。今誰に言われたらいいの、あの時は。